はい、必死スタジオの下です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、カメラの熱中症にご注意くださいっていう内容の動画を実体験を交えて、お話ししていきたいと思いますので、興味ある方見ていってください。先日ですね、東京出張の撮影があったんですよね。品川駅に着いて、そこから電車を経由してね、30分ぐらいの場所にあるスタジオに入って、で撮影の準備して10分ぐらい撮影してたら熱警告が出たんですよね。で使ってたカメラは R5 です。はい、R5 で熱警告が出ました。はい、ちょっとそこら辺の詳細をお伝えすると、状況的にはスタジオ内での撮影です。屋外じゃなくてスタジオの中での撮影でした。はい、で、その日の気温が、東京37度ですね。めちゃくちゃ暑い日だったんですけど、まだ午前中だったんで30度前半だったと思います。はい、そこはね確認はしてないんですけど、外は、30度前半ぐらいの気温だったと思います。で、スタジオの室内は空調が効いてたんですね。空調は効いてたんですけど、換気の意味も込めて窓はねちょっと開けてました。窓はちょっと開けてたので、室内は空調は効いてたんですけど、暑かったは暑かったっていう状況ですね。はい、状況はそんな感じで、でカメラ側ですね、カメラ側は、EOS R5 を使いました。はい、高画素の撮影が必要だったので、その日は R5 を使って、撮影をしてました。撮影はパソコンとカメラをつないで、テザー撮影を行ってました。有線ですね、ケーブルをつないだ状態で撮影しました。このテザー撮影って熱こもりやすいんですかね。そこら辺の因果関係もどうなのかわからないんですけど、その当時は有線撮影で、行ってました。データに関してはローですね、ローデータを飛ばして、撮影してました。撮影は、スチールだったんですよね。ムービーは一切撮影することなくスチールで、撮影してました。スチールでも熱警告がね出てしまうんですよね。でその日はねもちろんなんですけど、節電とかねエコモードをオンにした状態で撮影してたので、あんまりその消費電力をかけずに撮影するっていうことをしてました。というかもう常にねこの状態で自分は撮影してるんですけどね。で液晶を使っての撮影を行ってました。ここのね液晶モニターですね。はい、ここですね、ここの液晶モニターをオンの状態で、撮影を行ってました。はい、ここも多分消費電力上がっちゃうので、これも一つの要因だったと思います。で被写体は物撮りですね。商品撮影だったので連写することもなく、シャッター切って確認して、次の商品を撮影するっていう感じで、テンポはねめちゃくちゃ遅かったです。そんなこう連写でねバババババって撮影する、状況ではなかったんですよね。モデルさんの撮影じゃなかったので連写はね一切行ってませんでした。そんな感じで撮影し始めたんですけど、開始早々10分ぐらいで熱警告出たんで、ってなって、で応急処置としては、この、液晶モニターを見ながらの撮影、ここでの撮影はやめて、オフですね、オフにした状態でファインダーを覗きながら、撮影するように、スイッチしました。はい、であと表面積を、大きくするためにこのバリアングルモニターを引っ張り出した状態で、ここの面積をあらわにした状態で、撮影するようにしました。でちなみにね熱警告が出た時にここね触ってみたんですけど、そこまでね熱くなかったんですよね。熱はこもってましたけど、そこまでなんか不快なほど熱くはなってなかったんですよね。はい、でグリップもねそこまで熱くなってなかったんで、どういうことって思ったんですけど、熱警告がねやっぱり出てたんですよね。だから液晶モニターを消して、で表面積を増やして、であともう一つですね、これがね多分効いたと思うんですけど、サーキュレーターです。はい、撮影スタジオにはそのサーキュレーターね、空調ね換気のためにサーキュレーターを全体的に回してたんですけど、このサーキュレーターをお借りしてこの R5 に直にずっとね当てた状態で撮影することで熱警告は収まりました。はい、サーキュレーター借りるまではなんか熱警告出たり消えたりを何回か繰り返してたんですけど、さすがにこの、サーキュレーターを直当て、し始めたら熱警告は収まって、最後まで取り切ることはできました。はい、取り切ることはできたんですけど、ちょっとねやっぱヒヤヒヤしましたよね。もしね R5 がダメになったとしても R3 はねもちろんサブ機として、持ってたので、それで対応することもできました。ただ、クライアントさんの方で高画素で撮ってほしいっていうねご指定があったので、できればね R5 で取り切りたかったので R5 で取り切りました。
切りました、はい、R3 でもね後処理でね高画素にできるじゃないですか。何でしたっけ、ライトルームのピクセルをね増やすモード、何だったっけな、忘れましたけど、そういう機能がついてるので R3 でも対応はできたんですけど、後処理がね増えてしまうので、できれば R5 で撮りたかったので R5 で撮り切りました。で、あと色味もね途中で変わってしまうので、できればね R5 で最後まで撮り切りたかったので、その日は R5 で最後まで撮り切りました、はい、という感じだったんですよね。で、まあ自分の場合は2台のカメラを常に使ってるわけじゃなくって、1台のカメラを使って、でもう1台のカメラはサブ機として予備のカメラとして使うような撮影現場がほとんどなんですけど、じゃあこれ例えばね2台のボディを同時に使うようなカメラマンさん、例えばブライダルとかライブの撮影を行っている方々ですね、そこら辺のカメラマンさんがもしミラーレスを2台使ってて両方とも熱停止で両方とも使えなくなってしまったら、これ大問題ですよね。もうバックアップも減ったくれもないですよね。2カメで撮影してたらどっちかが壊れてしまったとしても、もう1台の方で対応できるっていう意味でも、そのブライダルのカメラマンもライブのカメラマンも対応できると思うんですけど、両方が止まってしまったらもう何もできないですよね。だから特に2台のカメラで日々ね仕事を受けてるようなカメラマンさんは特に要注意だと思います。ミラーレスを2台使って、さらには屋外のねめちゃくちゃ暑い現場で撮影するカメラマンさんは、ご自身の熱中症もそうなんですけど、それと同時にカメラの方の熱中症のケアも必須になってくると思います。で、対応策としては、まあ、さっきも言いましたけど、こうバリとかチルトだったらこういったモニター自体を引っ張り出すことで表面積をね増やして放熱してあげることもできると思います、はい、で、あと休憩中とかだったら、こうバッテリーをね、出したりとか、メディアですね、メディアを出して、でここら辺ね両方とも熱がこもる機材たちなので、そこら辺を抜いて、で蓋は開けっぱなしにして放熱してあげるとかね。だからモニターも出して、メディアの蓋とかバッテリーの蓋とかね、ここら辺を開きっぱなしにしてあげることで、かなりね熱は放熱できると思います。まあ、休憩中じゃないとできないですけどね、ここら辺撮影中に対応できるようなことではないので大変だとは思います。はい、自分の場合もテザー撮影中だったので、バッテリー抜いたりとかメディアをね抜いて撮影することができなかったので、まあ、せめてもね、こうバリアングルのモニターを引っ張り出した状態で撮影しました。はい、であとは他にも、ハンディ扇風機ですね、こう手持ちで風を送風できる扇風機だったりとか、こういうね、首掛けの扇風機ですね、ここら辺を使って、カメラボディに直接風を送り込んであげるとかね、そういった対策もできると思います。であとはどうしてもね、カメラマンの体とカメラ自体がくっついてたら熱ねこもりやすいと思うので、できるだけね離してあげた方がいいと思います。ここでも多分ねだいぶ熱こもってしまうので、そういった状況を避けるために、カメラをちょっとね一旦置いたりとかすることで放熱ができると思います。であともう一つね、おすすめアイテムというか、なんかね袋状になっててパキッと割ることで瞬間的に冷たくなるような、グッズがあるんですよね。それを使えば数分ね氷みたいに冷たいような状況下を作れるので、それをね、パキッと折ってカメラのこのボディにね設置してあげることで放熱は望めるんじゃないかなと思います。そういったアイテムをカメラバッグに何個かね持っておくっていうのも保険っていう意味でも、いいんじゃないかなと思います。ちょっと探して、リンク先貼っとくので、もしよかったら、そういうアイテムも使ってみてください。であともう一つの対応策としては、筐体の大きなミラーレス機を使うっていうことですね。現在では Z9 と R3 ぐらいですよね。 Alpha1 は小さな筐体なんで熱がね多分こもりやすい設計になっちゃってると思うんですけど、比較的表面積の大きい R3 とか R9 を使った方が熱停止は、しにくいんじゃないかなと思います。はい、でもねこれも、R3 の場合は DM いただいたんですよね。 R3 を使ってても熱停止しましたよっていうね画像を写真をね送ってきてくれたんで貼っ付けときましたけど、こんな感じで R3 でさえも熱停止で止まってしまうことがあるみたいです。はい、この撮影の詳しい状況はわからないんですけど、ムービーではなくてスチールで止まってしまった
ていうお話でした。で Z9 はどうなんですかね。なんかそのスペック上は撮影できる動作環境は Z9 の方がもう一つね、R3 よりもいいみたいなんですけど、 Z9 ユーザーで、熱停止したっていう話はあんまり聞かないですよね。でもちろんね、Z9 を使って 8K でね、屋外で炎天下の中でずっと撮影してたら熱停止する可能性はめちゃくちゃ増えるとは思いますけど、スチールを使って Z9 で熱停止したっていう話は今のところ聞いたことはないですよね、はい。まあ、だから大きい筐体 R3 を使ってでも熱停止はしてしまうっていうことは念頭に置いておいた方がいいと思います。この悩みってもともとはなかった悩みなんですよね。一眼レフ機 1DX Mark II とかね、ここら辺のボディを使ってたら熱停止の心配なんか一切なかったんですよね、はい。もちろんなんですけど電子的な部分がより少ないカメラなので、そういった熱がこもるようなカメラではないので、そういった心配はなかったです。特にこう 1D 系ですね、 1D 系はもう本当に過酷な状況でもちゃんと撮影できますよっていうカメラなので、極寒地だろうが灼熱のロケ場所だろうがちゃんと写真が撮れますっていうような安心感のあるカメラでした。それに対してミラーレス機ですね、ミラーレス機はどうしても熱問題がつきまとってくるので、熱問題に対しては一眼レフ機の方が強いのかなといった印象を受けました。そうなんですよね、ミラーレス機って一眼レフ機よりももうはるかに凌駕し始めてね、 AF の速度とか精度とかミラーをはしょることで筐体を小さくできたりとか、いろんな意味でもう一眼レフ機を凌駕してきたなって思ってたんですけど、今回思ったのが熱問題に関しては、やっぱりちょっとミラーレス機心配やなというふうに感じました、はい。というわけで今回はミラーレス機の熱問題についてお話しさせていただきました。で、特にね注意が必要なのが、もうプロのカメラマンさんたちですね、もう撮り直しが効かないような撮影でボディがね停止してしまったら裁判沙汰になったりとか、もう最悪の場合廃業になる可能性もありますよね。そういうリスクもはらんでる問題なので、まあ、できることはね限られてますけど、熱対策はいろいろね考えておいた方がベターなんじゃないかなと思います。皆さんもしよかったらおすすめの対策法があればコメント欄の方に書き残していただければ幸いです、はい。というわけで今回はカメラの熱中症問題に対して、お話しさせていただきました、はい。というわけで今回は以上になります。それではさようなら。